多くの人が通行する大分駅の通路です大分空港でのソウル便就航を知らせる広告が表示されています大分では4年ぶりとなる国際線の就航に向けて県は今月から JR 大分駅でデジタル広告を展開県民への周知と利用促進が狙いです22日からソウル便を運航するのは 韓国の大手格安航空会社チェジュ航空。火曜、木曜、土曜の一日一往復週三便です。料金は日によって変動し、現在は片道五千五百円から二万三千六百円の間で設定されています。国際線の復活に期待を寄せるのは、海外旅行需要が急速に回復している旅行業界。 H. I. S. 大分営業所では、ソウル便の就航に合わせて、パッケージプランを企画しました。その魅力は。三日間で二万四千八百円から設定しております。東京に行くより安いです。はい、安いし近い。大分空港発着の航空券と宿泊料金を合わせて、二泊三日で二万四千八百円から。 気軽に韓国でグルメやショッピングを楽しめる価格設定です。しかし、大分空港発着便の認知度はまだまだ低いと言います。知らない方がたくさんいらっしゃって、まあ、店頭に来てからえっ、ー、とあるんだっておっしゃってくれる方が多くいて、福岡まで行くってなると大変なので、大分空港からの方がお客様にはとても便利かなと思います。 一方、ソウル便の就航に期待を寄せる宿泊施設もあります。韓国人旅行客をターゲットに運営する別府市神奈川地区の旅館花水機。今日も多くの団体客が利用していました。しかし、逆足はまだ 回復途上だと言います。まだコロナの以前の部分からすると、まだ半分回復できてないとは思いますよ。日韓関係の回復により、韓国では日本旅行の人気が高まっていると言います。花水期では今後 韓国で人気のゴルフと宿泊を組み合わせたプランを企画するなどして、魅力を高めたいと話します。私だけじゃなくて、うん、みんなが苦しかった、そういう時,時代がまだ終わってはないんだけど、まあ、やっと、まあ、日差しが見えるようになりましたから、まあ、これからやっぱり頑張っていきたいなと思っております。 大分空港では4年ぶりとなる国際定期便の就航は、コロナ禍で打撃を受けた旅行業界の完全復活に向けた弾みとなりそうです。